ピアノを私10年間愛用してたんですけれども、とても愛着のあるピアノで、僕は初めてグランドピアノを買ったもので、それまでアップライト縦型のピアノで練習してたんですけども、初めて手に入れたグランドピアノで、このピアノでワシントン国際ピアノコンクールの優勝で、コンクール、世界コンクール、国際コンクール優勝という夢を叶えてくれて、ちょっとチラシを入り口に置かせてもらいましたが、CD 制作に当たりましても、その前にコンクール優勝の後に脳梗塞を患ってしまいましたので、その脳梗塞という大病からも半年で復帰、コンサート復帰という奇跡を起こしてくれたピアノでもあります。その思い入れのあるピアノ、自分の分身として皆さんに耳を下してもらって、その皆さんに復興の様子を見届けてほしいという思いで、寄贈の相談を長々と高橋和樹を方にさせていただきました。それがこのトグラフ記者で実現して、僕の方としてもありがたいなと感謝しております。多分皆さんご承知のように、震災直後にですね、兵庫県の西根町から、町長の主役がいないと町長大変だということで、一番最初に秘書役としておいでをいただいたのが谷口君。2週間、私の面倒を見ていただきました。大変広報とかですね、それから記者会見を取り仕切るとか、いろいろ私の片腕として大変活躍をいただいた、大変恩義のある谷口君が、今度はこういった CD で南三陸を継続して支援をしていきたい。そんな本当に熱い思いにただただ頭が下がる思いです。さっきも言いましたけど、脳梗塞でちょっと大変だったんですが、それでも不屈の精神で立ち上がって、このようにみんなの前でまたピアノを弾いて皆さんに聴いていただける、そこまでこう復帰しましたんでね、我々もほっといたしております。ありがとうございます。諦めて努力を続ければ思いが叶うんですよっていうのをお伝えしたくて、今日演奏させていただきます。では少しですけれども、ミニコンサートですけれども、お聴きください。まず最初にショパンの奥さん第2番からお聴きください。
に避難所であった志津川中学校と宇多津中学校でも聴かせてもらった曲なんですけれども、ショパンの有名なこの明るい曲で今日スタートさせていただきました。続きましてベートーベンのソナタの月光を聴かせていただこうと思いますが、全部弾くと長いので今日は第一楽章と第二楽章を聴かせていただこうと思います。第一楽章は多分ベートーベンの月光といえばこの第一楽章が有名だと思いますので、ゆったりした曲なんですけども、物悲しくちょっと暗い雰囲気なんですけれども心に染み入るような曲だと思いますの で、 で二楽章は一転して朗らかな明るい曲になっておりますので、ね、第一楽章第二楽章を続けてください。
ありがとうございました。一学者と二学者と全然雰囲気が違って、ちょっと驚きパーだったかもしれませんが、また三学者になると暗い雰囲気で激しい曲が続くんですけど、また別な機会に演奏させていただきたいと思います。では次にシューベルトの曲を弾かせていただくんですけども、即興曲という曲を弾きます。シューベルトの曲というのは皆さん、シューベルトという名前を聞かれたことあるかと思いますが、イメージとしては、僕個人的なイメージなんですけども、癒しの音楽、ね、僕の脳梗塞の話をしましたが、何度も入院経験がございまして、病床で必ず聞くのはシューベルト。で他の音楽は、普段元気な時に聞くのは素敵な曲たくさんあるんですけども、心が弱って体が弱った時に聞かなくなる曲というのはシューベルトの曲で、特に歌曲王と呼ばれるシューベルトなので、歌の作品がとても素晴らしいものが多くて、皆さん、ちょっと傷ついた時にシューベルトを聴いていただければいいんじゃないかなと思います。僕は特に癒し系の曲だなと思う曲を、作品90の中の3番目の曲を演奏したいと思います。じゃあ、シューベルトを聴いてください。
本当は2年前に演奏させてもらう約束がコロナのせいで延期になっておりましたので、それが実現することができるという楽しみの思いで三三陸に来ました。はい、久しぶりに自分のピアノを弾かせてもらうことができてとても感慨深かったのと、聞いてくれた保育所の子どもたち、そして大人の皆さんも僕の思いに共感しながら聞いてくれたかなと思いますので、ありがたかったです。今日主に復興記念公園の方を見させてもらったんですけども、瓦礫の山だった志津川地域ですね、あんなに見事に復興を遂げるというか、復興を乗り越えて発展にまで届いているかと思うんですけども、あんな見事な都市公園が出来上がっているとは思いもしなかったので驚きました。僕自身が大きな病気をしてしまって乗り越えてきましたので、皆さん南三陸で震災の被害で大切な人を失ったり大事なものを失って心を傷つかれていると思うんですが、諦めずに努力を続ければ思いは叶うんだよということをお伝えしたかったです。はい、その都度被災された皆さんの心の心情ですね、心情の変化を感じ取りながら、その時々でふさわしい作品を演奏してお届けしたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。